はい、皆さんこんにちは。恋愛とダイエットの先生をしております、奥野沙織です。はい、今日も始まりました。イエーイ。で、今日はね、ちょっといつもと違って、私、キッチンに立っております。イエーイ。まあね、私は料理できない宣言をいつもしてるから、私がね、キッチンに立つって、何事みたいな。なんか明日雨なんじゃないかなとか思ったり。まあ、実際ね天気予報は雨なんだけど、まあ、そんな余談は置いといて、で皆さんね今日はサムネでクリックされた通り、私のですねダイエットのリセット食、調整食を今日は料理しながらお届けしたいなと思います。で、まあ、やっぱりさダイエットしてても、まあ、順風満帆な日じゃない日もあるじゃん、まあ、例えば外食が続いた日とか、まあ、もう生理前で爆食しちゃった日とかさ、結構私もあるんですよ。でサロンメンバーも結構あって、まあ、そういう時沙織さんってどういうものを食べてますかとか、あと調整するときってどんな食事してるんですかって質問も結構いただいたので、まあ、そういった商品じゃない。そういったあの料理のレシピと一緒にリセット食とか、私のちょっと調整するときの考え方みたいなお話をね、していこうと思います。皆さん、レッツスタートでーす。では早速、今日は2つ作っていこうと思います。で、まあ私がね、料理できないから本当に簡単なものを作っていきます。で、さっきというか、まあ、今日ね、本当は最初に1つ取ったんだよね。だけど、ちょっと私の諸事情によりいろいろボツになりました。まず1品目ね、作るので、それを紹介していこうと思うんですけど、じゃじゃん！これ何かわかりますか？これはですね、新玉ねぎ。今ちょうど旬だと思うんだよね。私、新玉ねぎのサラダを、調整食ではよく食べます。なので今日はそのレシピをまず紹介していこうと思います。でね、これテイク2のね、動画だから、テイク1でこれやったのよ。半分やったのよ。だけどちょっとボツになったので、またね、やっていこうと思います。新玉ねぎを、大体私は1回に半分ぐらいを使いますね。で、新玉ねぎこれぐらい、わかるかな？これぐらい薄く切ってください。もうね、透明の見えるぐらい。で、色が悪いんだけど。普通のね、玉ねぎって結構サラダで食べると辛いじゃないですか。で、新玉ねぎって本当に甘くって、生で食べるのをおすすめします。ただ、新玉ねぎってやっぱり、このままだとちょっと辛い時があるので、水にさらすんだけど、これはですね、酢です。原理酢。酢をちょっと入れて、切った新玉ねぎを10分ぐらいさらします。みんな私がさ、料理するって、めっちゃ不思議でしょ？普段はしないんです、本当に。だけど、外食が続いちゃったりとか、体が重いなって時、私は大体、今もそうなんだけど、生理前は結構食べ過ぎちゃうんだよね。私の今教えてるゆるえっとで、心地よい量とかを大事にするんだけど、絶対あるよね。普通に生きてて、毎日完璧なんて無理だから。なので私はそのゆるえっとでもサロンメンバーによく言うんですけど、もう食べ過ぎちゃったら、2、3日で調整すれば太ることって絶対ないです。もうこれは断言します。で、みんながなんでね、太っちゃうかっていうと、1回の爆食とか、1回うまくいかなくなったら、もうそこで放棄しちゃうから、うまくいかないんですよ。私もね、もともとはそうだった。ゆるえっとするまでは、暴食しちゃったり、コンビニ食べちゃったりとか、外食続いちゃったら、もういいや、みたいな。私はもうダイエット向いてない、みたいな。そういう感じになるから、結局、また、振り出しに戻っちゃう。だけど、一回のそういう、なんだろう、ミスで、ダイエットを台無しにしてほしくないから、私は調整するっていうのをすごく意識してます。365日生きてて、365日さ、うまくいくとか絶対無理。これは、ね、ダイエットだけじゃなくてそうだよね。なので、そういう時は、私はいつもね、食べ過ぎちゃったら今日のご飯を食べることが多いので、そんなものをぜひ参考にしてほしい。普段全然料理しないから、キッチン立たないんだけど、包丁の持ち方とか、この手元は見せれない絶対。たまに室さんと料理一緒にするときに手伝うんだけど、沙織ちゃん危なっかしいって言われる。もう室さんに任せっきりだし、もう私が作るとしたらハンバーグのみ。もう室さんにもハンバーグしか作れない女だと思われてるし、ね、リクエスト大体ハンバーグだもん。他にも作れるんだけど、やっぱりさ、なんか無理してやることって続かないじゃん。ダイエットもそうなんですよ。無理してやることは続かないから、みんなその適度に調整していくっていうのが大事ですね。はい、切れました。で、こんな感じで、酢水にさらします、10分ぐらい。次はもうね、包丁とか使わないから。もう、ただ入れるだけ。で、早速2品目に行きまーす。準備しとけよって話なんですけど。これもめっちゃね、簡単です。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。
豚蒸しを。ネギの豚蒸し？豚のネギ蒸し？どっち？わかんない。ネギの豚蒸しだ。ネギの豚蒸しをやっていこうと思います。これは豚バラ肉、だいたい私これ何グラムだろう、200グラムぐらいかな。これを一食食べます。朝鮮食とはいえ、私は結構お魚だったりお肉だったりは絶対取ります。タンパク質で、あとはネギ。白髪ネギ、洗わずにそのまま食べれる細いこのネギ、これがめっちゃ美味しいの。このネギの豚蒸しをめっちゃリピートしてます。でこれ本当に簡単で、このお皿にこのネギをドンってこういう感じで平らに乗せます。でその上にこの切ってある豚バラを乗せていきます。今日買ってきたのが新鮮。もうこういうね、簡単なの私もできる。そう、できることをちょっとずつやっていくのがゆるえっとでも大事なんです。私のサロンではいろいろね、あのゆるえっとのダイエット法についてはたくさん話してるし、私の YouTube でもいろいろ発信はしてるんだけど、だけど、私もそれも失敗するときあるし、食べ過ぎちゃうとき全然あるんだよね。だから、まあ、1日2日で調整していくっていうのが大事です。爆食したときは。ちょっと多いかも。100g。多いね。ちょっと残します、これぐらい。こんな感じで、あのネギが隠れるぐらい豚バラ肉で覆います。そっから、塩コショウをかけて、ラップをします。これならさ、みんなできるでしょ？ズボラ女子。ズボラ女子でもできるでしょ？こんな感じ。ふわっとラップをして、これで、ね、だいたい3分から3分半、レンジでチンをします。こう。3分。豚ってね、お肌にもいいし、ダイエット効果もあるんですよ。しかも満足感めっちゃあるから。やっぱお魚だと満足しない人いるじゃないですか。お肉食べたいみたいな。しかもハサミとか胸肉じゃ嫌みたいな人は、豚バラとか、豚肉がね、一番いいですね、私的には。だけど、後でもね、食べながらお話するんだけど、ご飯も私はちゃんと食べるから、ご飯を絶対抜くってすると、爆食した日、終わった。爆食した次の日もやっぱお腹空いてさらに加速しちゃうんだよね。だからちゃんとご飯を食べます。じゃん。あ、できた。カモ。カモ。出来上がりました。うん。わ、いい感じ。わ、湯気が素晴らしい。暑いね。え、めっちゃ暑い。あ、ちょっと、こんな感じです。見える？キッチンが完成しました。はい。で、10分。ちょうどね、10分経ったので。炭水にさらした玉ねぎをちょっとザルに当てていきたいと思います。しっかりザルに当てて水切りします。私このね、新玉ねぎサラダを食べるようになって、なんかすごい便通も良くなったし、お肌絶対良くなった気がする。肌、良くなった気がする。でもなんかそういうの大事で、完璧すぎるとさ、もうやってられないじゃん、ダイエットって。なんか私は、あ、なんか良くなった気がするとかで、ちょっとやめた気がするみたいな感じで、ちょっとずつ続けるってことしてますね。やっぱ体にいいものをさ、取り入れるとなんかちょっと美意識上がるじゃん。特に今旬なので、新玉ねぎは甘くて美味しいから、ぜひやってみてください。はい、ではこれをお皿に移していきたいと思います。もうね、絶対なんだろう、カットサラダとかあるじゃないですか、コンビニのカットサラダとか、ああいうね、サラダを食べるよりも、この新玉ねぎ食べてほしい、マジで。ダメだよ、コンビニのサラダは。全然健康じゃないから。まあ、こういうちょっと手間をかけるっていうのが大事で、今日私、包丁で切ったんだけど、全然ね、なんていうか、ヘキとかにあるスライサーとかでも大丈夫です。こんな感じで盛り付けます。その上にですね、その上に、じゃん、卵。の黄身を乗せます。なんかさ、黄身でちゃんとさ、割れないと嫌だよね。で、その上にね、ちょっとかけるものが、この、揚げ玉。でね、私はリセット食とはゆえ、揚げ物好きだから、このね、揚げ玉をちょっと入れるだけで、なんだろう、満足感が違うんですよ。だからこれをここだけかけます。入れすぎはダメだけどさ、やっぱ唐揚げとかさ、爆食した後も食べたくなるじゃん。それをちょっと抑えるためにちょっとだけこの揚げ玉を入れます。これ何でも使えるんだよ、結構ご飯とかに食べたりしてて。で、あとこの薬味を入れます。で、豚しゃぶにもこのネギ使おうと思うので、ここで持っていきます。で、まあ、こんな感じでできたら、その上にポン酢を入れるんだけど、私はね、ポン酢が今ないから、この柿醤油と酢で作ってるんですよ。半々ぐらいの割合で、ここに玉ねぎにかけます。で、これも騙されたと思って食べてほしい。こんな感じです。
じゃん。これが新玉ねぎサラダの完成です。ね、レシピこの2つは以上なんだけど、でこれを食べながらちょっと最後を締めていきたいと思います。はい、完成しました。もうなんかちょっと疲れたんだけど、じゃん、豚蒸しと玉ねぎサラダと、あとね、さっき言ってたみたいにご飯をこれぐらい食べます、ちょっとちっちゃめの入れ物に入れて、私はねもう白米派なんですよ。だけど白米にいつももち麦を入れて半々でいつも炊くのをやってます。その方がちょっと罪悪感がないから、うん、しかももちもちしてすごい美味しいんだよね。なのでこれぐらい食べます。いただきます。このね、豚蒸しは私はポン酢とあとは柚子胡椒で食べます。柚子胡椒がめっちゃ美味しいの。割り箸。私はね、ほんとズボラだから、極力ね、洗い物したくないの。だからもういつも割り箸で食べてます。いただきまーす。こうやってね、なんかやっぱダイエットも楽しみながら、食べないとダメだから。これね、ほんと食べてほしい。マジで、美味しいし、食べる。めっちゃ美味しいですよ。そう、そんな感じで、やっぱり食べないダイエットはダメだから、リセットの時でも食べるように皆さんしてください。なので、まあ、今日はちょっと料理と一緒に、リセットを私がする時のポイントみたいなのをお話ししたので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、そんな感じで今日のね、動画は以上になるんですけど、まあ、この動画良かったなとか、ためになった方は、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。あと今度ね、ゆるっとサロン、本当に不定期に募集してて、今3期生をやってるんだけど、まあ、多分次、6月か7月ぐらいに募集すると思うので、気になる方はこちらのね、概要欄にある私の公式 LINE をご登録ください。で、ね、相談とかある方はメッセージいただければ全部私が目を通して返信をしてます。あとはゆるっぽい、私の教えてる恋愛とかパートナーシップで聞きたいこととかある方はぜひコメント欄にどしどしコメントしてください。私本当にね、コメント皆さんくださるのが励みになってて、一つ一つコメントに返信もしているので、ぜひコメントもしていってください。はい、またね、次の動画でお会いしましょう。またね。熱い、めっちゃ熱い、激熱、ズニーとかもめっちゃ湯出てない。もうこれぐらい本当に料理しないのよ。